早速出撃命令がやってきたわ。内容はこれを見てもらうのが早いわね。おはようございます。国連治安維持軍南方面司令部です。出撃要請とその内容をご連絡します。レトン平野の物流ターミナルが VMI の戦車部隊に攻撃を受け占拠されました。物流ターミナルは陸上交通の要所ともなっており、早急な治安正常化が必要です。そのため付近に展開中の戦車及び対空砲の部隊を攻撃してください。複数の戦闘型あるも確認されていますので注意願います。本攻撃は方面軍より1小隊および招集をかけた専属ドライバー3名により実施されます。軍の小隊がターミナル中央部の敵勢力を攻撃しますので、ドライバーの皆様には付近の下方への攻撃と航空優勢の確保をお願いいたします。以上です。分かったかしら。昨日も今日だぞ。ターミナルを襲うタイミングが良すぎるな。以前から準備していたのかもね。この騒動が予想できていたってことを言いたいの？可能性の一つとして言っただけよ。詮索しても状況は変わらないわ。出撃は1時間後よ。準備しなさい。対空砲があるみたいだからな。対地ミサイルを用意した。サブパイロンに積んでいくといいぞ。ただいま。おかえりなさい。大
ターミナルを占領していた人たちが全員拘束されたそうよ。作戦成功ってことね。そうなるわ。全員 VMI の正規兵員だったそうよ。本格的に戦争が始まってしまったな。犠牲が少ない形で決着してくれるといいが。砂漠で襲われなければこんなことにならなかったかもしれないのに。ああそうそう、砂漠といえば荷物のことだけれども、エレアが持って帰ってきたのは頼まれた荷物ではなかったのよ。え？どういうこと？ TAF0140 と書かれた保管ケースを持ってきて欲しかったのだけれど、エレアが持ってきたものは何だかよくわからないこのファイル。中にはデータカードが入っていたわ。依頼主に確認したけれど、そんなものは知らないって言われたの。じゃあ誰のなの？研究所を占拠していたマフィアだかテロリストだかのものか。多分そうだと思うけれど、確認のしようがないわね。とりあえず預かっておくことにするわ。